J1 リーグ首位を走る FC 町田ゼルビアは、7月6日の第22節で名古屋グランパスと対戦。この試合を最後に欧州クラブへの移籍を前提にチームを離れることが発表された U から23日本代表 FW 平川優が先制ゴールをアシストした。動画、今季5アシスト目を記録町田ラストゲームの FW 平川 U が先制点をお膳立て。 圧倒的にボールを保持しながら、セットプレーでも名古屋のゴールを脅かして町田が先制点を挙げたのは、前半30分だった。右サイドから流れたボールを回収した平川が、MF 下田北斗にパス。下田がエリア内で右足を振り抜いてゴールネットを揺らした。FW 荒木俊太がオフサイドポジションにいたため、ビデオアシスタントレフェリー、VAR、 チェックが入ったが得点は認められている。今シーズン、ここまで18試合に出場して2得点4アシストを記録していた平川。この試合でも縦への推進力や高い位置での守備で随所に見せ場を作っている。今季5アシスト目を記録し、このままチームを勝利に導けるか。